ただいまより第37回ダッカ日本人会春祭りを開催いたします。皆さんこんにちは、ダッカに、愛を運びます日本通の長谷川です。よろしくお願いします。同じく司会を務めさせていただきます日本大使館の山本美希です。よろしくお願いいたします。美希的も真珠が輝いてますね。人魚のようです。はい、先ほどのオープニングですが JICA の戸田所長にサックスの演奏をご披露いただきました。 You Raised Me Up という曲でバングラが私たちを育ててくれたんだという気持ちを込めて演奏いただきました。ありがとうございました。タキシードを着るのは人生初だそうです。はい、よろしくお願いします。それでは早速オープニングセレモニーに移りたいと思います。日本大使館佐渡島特命全権大使閣下にご挨拶を賜ります。皆さんこんばんは、佐渡島です。今年もおかげさまで商工会日本人会大勢の皆様のご協力を得て、春祭りの開催に至りました。直前は春たるいろんなことがあってやや心配されたんですけれども、おかげさまをもちまして今日は一日私も童心に帰って楽しみたいと思います。こういう日、大人はまあ子供心を思い出し、子供たちの皆さんはお兄さんお姉さん、それからお父さんお母さんたちと一緒に出し物音楽そして食べ物をゆっくり楽しんでください。だんだん日本人会の規模も大きくなって、こうやって、集まって、楽しめる時期がどれぐらい続くのかというのは私も定かでありませんが、皆様のご協力を得て、これからも、まあ、ギリギリ楽しめるところまで頑張っていきたいと思います。それではどうも今晩今宵をひととき皆様ゆっくり楽しんでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。大使ちょっと申し訳ない、すいません、正式なご挨拶を賜った後で恐縮なんですが、こちらのカツラは見覚えがあるんですが、去年の AKB また見せていただけるんですね。いや、今年はですねちょっと趣向が違います。これでいきたいと思います。こちらで、後ほどお見せいただけるということで、はい、よろしくお願いいたします。皆様大使に盛大な拍手をお願いします。大使館のステージパフォーマンスは18時からを予定しております。交互期待ください。さあ続きまして、ご来賓挨拶、ちったご日本人会会長草原様、よろしくお願いいたします。こんばんは、和田昭夫です。本日はちったご日本人会代表としてご招きいただき誠にありがとうございます。目立たないように会場の片隅で日本人会の春祭りに参加させていただきますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。以上です。いやちょっと和田さんありがとうございました。胸毛の処理をお願いしますね。ありがとうございます。このようにして今年の春祭りは台本が全くございません。はい、皆様サプライズをご期待ください。はい、では早速ステージパフォーマンスの方を開催したいと思います。トップバッターは日本人学校の児童生徒の皆さんの合唱と合奏です。この日本人学校の合唱にですね、親父バンドの、ちょいワル親父の皆さんに応援に駆けつけていただきました。ちょいワル親父の皆さんお願いします。すいません、自己紹介をお願いいたします。日本人会幼稚園園長の鈴木でございます。お世話になっております。
はい、日本人館事務局やっておりますラビット竹内でございます。よろしくお願いします。わー、バックコーラスをやりますジミー中谷です。若干一面頭上の方に非常に気になるものがあるんですが、帰国子女の方ですか？いやいや、どう見ても内田裕也にしか見えないんですけれども。ちょっと名前聞いてみましょうか。マグマ大使ですということで、キャサリン白川です。ありがとうございます。それでは、代表しまして鈴木さんから応援メッセージをお願いします。皆さん、今からみんながですね、元気に、演奏します、歌います、踊ります。日本人学校、それから幼稚園の皆さん、頑張ってください。みんな応援お願いします。ありがとうございます。親父バンドの皆さんの演奏は、16時半からを予定しております。こちらもご期待ください。ありがとうございました。ありがとうございました。